おはようございます。西田航です、えー。4月16日日曜日というところでいかがお過ごしでしょうか。全然収録しております。今日からね、えーと、関西の方行って撮影しまくろうかなと思ってます。おかげさまで、こちらですよ。ガーンと、えー、R8 届いてまして、これで 700g ちょいぐらいかな。500?300?800g ぐらいか。うんと4 4 0まあ 700g 台でしたね。測ったらね。確か。まあ軽いですね。やっぱ。ただ今回のメインレンズはこれにしようかなと思っていて。 24240。このコンビで。まあ、1.2kg ぐらいになっちゃって重いんですけど、とはいえ10倍ズームはやっぱ魅力的ですよね。僕のカラオブ関西、カラオブシリーズの作風からすると、こういう圧縮効果とかも狙っていきますので、久しぶりね。今までやっぱ、うん、まあ、ね、 200までっていうところの240まであるっていうところが、こっからの 40mm、200から 40mm の世界っていうのはまたちょっと変わってきますからね。それがフルサイズで、しかも、好感度に強い RA とか、なので10万までね、使えますからね、イソがね。結構楽しみだなと思って。まあちょっと重さを飛び越えて、利便性10倍、じゃあえまあ、10倍ズームですよね。まあこれはコンデジだったらあったわけですよ。例えば、まあ特に今回は、 えー、キャノンの、えっ、ーえー、と、ギャラリーでやるので、キャノン機で全部通そうかなと思いまして、まあ、ソニーだったらね、1インチコンデージで、えっ、ー、と、RX100M7 か。これが 24-200mm の、まあ、2.8、えー、4.5だっけな。まあ、このぐらいの明るさであるわけですけども、とはいえ1インチですよね。当たり前ですが、フルサイズの描写にはかなわないのは当然ですし、 これだとね、やっぱサイレントな電車シャとかもあるので、やっぱりこう音が出ない撮影とかもできたりする面白さもありますから、まあいろんなことできると思うんですよね。その上で24、24-240mm っていうところ、このレンズがやっぱり進化を発揮するのではないかと踏んでおります。なので、えー、もう今回はね、24-105の F4L、えー、まあ写りはいいんですけどね、間違いなくね。ですがもうすら持っていかずに、こいつで、これで、がっつりいってみようかなと。 思っている感じでございます。なので、アウトプットを楽しみにしておいてください。秋、えー、9月17日からね、えー、カラブ関西、キャノンギャラリー、大阪で、そして、10月31日からかな。10月30、31? は、えーとからえー、カラブ関西、えー、キャノンギャラリー、銀座。で、場合によってはですね、まだ本決まりではないですが、えー、フォトハウス、大阪、銀座でも同時にね、このカラブ関西の僕の作品が、R89 で撮った作品が、えー、フォトハウス、銀座、 いや、えー、大阪でもね、同時開催で展示されるっていうね、そっちの方が長く展示される可能性がありますので、何とぞ、えー、ぜひね、そちらももし開催される、展示されるっていうふうになったら、また改めてご報告しますので、楽しみにしていただけたらと思っている次第でございます。っていうところで、本日なんですけども、ペンタックス、リコペンタックスですよね、ペンタックスの着替えっていうところで、皆様にお話ししようかなと。面白いですよね、ペンタックスね、出してきましたね。経 えっと、K3 マーク、何かなごめんなさい。ちょっとここね、ちゃんと覚えてないんですけど、とにかくペンタックスが、えー、モノクロしか撮れないデジタル、デジカメを発表してきたっていうね。見られて,てないですよね、ペンタックスね。基本的には、一眼レフデジカメにこだわってて、なので、一眼、一眼デジでカラーの世界見ながら撮ったらモノクロしか撮れないっていうね。えー、まさに、えー、僕も予約しましたが、l i イカの M11 モノクロームとかと同じようなマインドセットでね。よく、 なんでモノクロしか撮れないカメラ買うのっていうあの意見があって当然だと思うんですけどもこれなんでかっていうと撮ったサナから最初から白黒しか撮れない覚悟を持って写真に臨むっていう行為自体が大事なわけですよねえっ、ー、とまあ何でもこれだって、えー、モノクロに置き換えたらモノクロームで,で撮影というかアウトプットはできるんですがパッと、えー、ライトルームとかここのモニターでパッと見た時に まあもちろんね、JPEG とかの設定を、えっ、ー、と、モノクロにしておけば、覗いたサナから最初からモノクロがね、出ているので、ローで撮っておいて、ローを、例えばモノクロに変換するとか、JPEG だけで受ければ、JPEG もね、そのまんま、モノクロで、えっ、ー、と、もうアウトプットできるっていうね。それも可能なんですけれども、まあ僕が言いたいのはですね、覚悟の問題なんですよね。今日は、モノクロしか撮れない日。このカメラを持ち出したら、モノクロしか撮れない。その覚悟。 昔皆さんフィルムをやっていた方だったらわかると思うんですけれどもパトローネをここにバッと入れて入れてギュッと引っ張ってライカだったら下に入れて下に入れてピューッとでガチャッガチャッガチャッとか蓋を閉めたらまあオドオカスキーだったらウィーンと自動で巻き上げてくれてスタートモノクロのフィルムを入れてたらもちろんですがそのその日のカメラまあ36枚なり24枚27枚はモノクロしか撮れないわけですよねこの感覚は非常に重要でしてで えー、その覚悟を持って撮影する行為っていうのはですね、えー、カラーもできるかもしれないしモノクローにすることもできるっていうこの可逆の関係で撮る撮影作品っていうのはやはり緊張感が生まれないわけですよ僕もやはりこの、えー、写真展サインスモノクロームで写真をやろうと思った時にやはり MT モノクロームを購入しまして全然マインドセットが変わったんですよね もう今日はモノクロしか撮れないわけだから当たり前ですが世界世の中の見方を今は僕の目には赤が映ってきている緑のバーッとした草むらの中にポンと一輪の赤い花が咲いているですがそれをモノクロで撮ったところでそれが赤だっていうふうには表現できないわけですよねもっと違うものの見方をしなきゃいけないスポットコアが当たってえ白い花が一輪咲いていたらそれはモノクロームではぜひチャレンジするべきえ緑色の、えー まあ深緑の中のね草の間にポンと1位の白い花が咲いていたそれをモノクロームで撮ると黒と白のまさにブラックホワイトの世界が、えー、強調されますから是非ともチャレンジしてほしい写真になっていくっていうそういった形になってくるわけですよね。 全然物の見方が変わるわけですよ。色が、色なき世界を見つめていく。光と影をより深く見つけていく。見つめていくっていうね。この辺のマインドセット、脳の保管っていうか、脳の今日はこういった写真を撮るんだぞっていう考え方がカラーとモノクロンでは全然違いまして、より自分が研ぎ澄まされて、自分は何を撮るんだっていうところを明確にすることによって、色がない、情報がないからこそ被写体は研ぎ澄まされますし、えー、何の気なしに撮った作品は本当に何の気ない。 えー、ものになってしまうっていうリスクもある諸刃の剣みたいな形になっているとそこがやはり魅力でしてなのでフィルムで撮った特に若い方とかもそうなんですがフィルムを体感したことないデジタルカメラのみで写真を撮り始めた人こそ、えー、モノクロしか撮れない環境でのカメラを、えー、買ってみる撮ってみるというこれが非常にですね 自身が写真の表現をやっていく上で非常にこうあの研ぎ澄まされていくというか稀有な素晴らしい体験になりますのでぜひともこのモノクロ専用モノクロしか撮れないっていうね覚悟を持ったカメラを所有してみるとですが事実上それができるのはライカか今では国産とペンタックスになるということでそういった意味でのペンタックスっていうところが、えー 国産カメラメーカーがね、どんどんキャノンもソニーもそうですが、1台で2役、えー、写真も、ここ、写真もムービーも両方撮れますっていうところを売りにしてきている中、デジタル一眼レフです。モノクロしか撮れません。みたいなカメラを出してくるペンタックスの着替えっていうところがね、非常にいけてますよね。で、えー、リコーペンタックスですから、今は、今やリコーといえば代名詞。今もみんな GR3、GR3X。 いううに今更ながら、えー、GR3 に関しては4年目5年目を迎えたカメラながらいまだに、えー、YouTube 界隈などでは盛り上がりを見せているっていうね GR3X などは 40mm 画角で 40mm っていう焦点距離がなんか最近では結構界隈でにぎわってますよね。 そういったところもある中、な、中で、リコーペンタックスっていうね、リコーは GR。そしてペンタックスは逆に K3 モノクロームだっけな、K3 マックス3かな。モノクロームで、逆にとす、めちゃくちゃエッジの尖った。しかも一眼レフデジカメですよね。見られてたらやらんと、ペンタックスは。まさにペンタプリズムにこだわるんだっていうところに魂を置きながら、そしてモノクロ専用機を作ってきたっていう、非常に面白い形かなと思ってます。まあ僕はね、ライカ M11 モノクロームを 購購入入ししまますすのでで、まあ、ペンタックスはね、えー、購入はねないんですけれども僕も、えー、MT モノクロームはもちろん所有してますし、M11 モノクロームも所有することによって、またね、こちら、モノクロの作品集、そして写真展っていうところにね、また新たに、えー、ちょっとこう、まあ、今日からね、関西でから、今もゴリゴリの色を求めた色彩の世界を撮っていきますが、この後にね、 えー、まあ来年あたりかなその M11 モノクロームと共にまたモノクロの展覧会もしくはゲイズでモノクロ号などをやっても面白いかなと思っておりましてまた新たな展開も視野に入れてモノクロームの世界で色なき世界でチャレンジもしてみたいなとですが今年はねゴリゴリに色彩を追い求めてっていうなので僕も結構ねいろんな人格がある写真表現をしておりますので逆にこういったカメレオン的な 写真表現自自自体を自分自身ででで楽しんでるっていう感じですかね。西田渡るっていうキャラクターは何々の写真っていうふうに一括りで、えー、締めてしまうのではなくてもうガンガンの色の世界も撮るしモノクロームの世界にもチャレンジするっていう自分自身で自分に枠をはめない写真活動をね引き続きやっていっていこうかなと10年ぐらいはいろんなことにチャレンジして自分の型が えー、まだ自分で固めていくにはちょっと早いかなと思ってまして色彩にもそして、えー、モノトーンモノクロームにもいろいろとチャレンジしていこうかなと思っている試合でございます。というところで今日もスカイカ方のお過ごしください西章でしたどうも。